た渋谷には必ず来ます。耳元に合わせはい、ボストンからのお守りさんです。原宿にやってまいりました。去年っていうかね、今年の2月に行った時からまた駅が変わってましたね。すごい便利になりました。原宿からこちらのまず表参道IKEA ができてる。あったのかな。ずっと口紅ブラシリップライナーがヘイトモンスター。南北しかがもうないよね。あ、そうそうそう、どこになって、それはなくなったって聞いたこと。南北しかって、ね、古いチャイニーズがあったんだよね。ジャングラがある。九州ジャングラがあるのまだあります。あそこが見えてきてるね。そうそうそう。お参りしたいですね。はい。はい、バッシュがここにあります。まあ、そっちにとってもアメリカでもボストンにもあります。いただきます。昨日にキャプチャーカバン屋さんがあったんですけど、はい、ここで2月来たとか8月来たとか千里行だ。千里行さんはどうも私が学生の頃からありまして、マイカルさんの原宿の散歩場、これ参道だからこれがあるんだよね。そうだね、そうだね。どんどん工事が進んでますね。新しいビルがどんどんできるのか。あそこの東急プラザもあるんですね。この辺はなんか街は変わってないんだけどお店が変わってるね。ずいぶん小さいお店がなくなってる気がする。暑いので中が涼しいです。混んでますね。出てまいりました。島県産のうな重でございます。大きいですね。赤吹きこちら宮城ですね。変わんない。一つ大きいですね。ちょっとだけ、うん、大きいですね。100円ぐらい違います。お味はどうですか。美味しいです。美味しいです。やらこっかり柔らかくて、野良岩さんよりもちょっと甘めな、ね、甘めっていうか薄めな、こちらの方が醤油が入っている。
食パン、うん、すいませんの。See you next time!